岡山県立キー不時の丘平成27年度秋季特別展キーの地大いに降る考古学から南海地震を追うでは、地面に刻まれた地震の痕跡をもとに南海地震の災害史を明らかにし、時代ごとに紹介しています。地震は長い歴史の中で繰り返し発生し、また近い将来発生が予想されています。こうした中、過去のいつ地震が起こり、そして各地でどのような被害があったかを知ることは、これからの防災を考えていく上でも重要な手がかりとなるでしょう。発掘調査によって昔の地震を調べる学問を地震考古学といいます。私たちが住む地面の下には、過去に起こった地震の痕跡が様々な形で残されている場合があります。ここでは剥ぎ取り資料をもとに、実際に遺跡で見つかった地震の痕跡を紹介します。これは宮城県仙台市靴形遺跡で見つかった約2000年前の津波の痕跡です。発掘調査で見つかった土の堆積の中で白く見える層があります。この白い層は津波によって運ばれた海の砂です。靴形遺跡は現在の海岸線から約4キロ内陸、2000年前の当時も 2.5 キロから3キロ内陸部にあり、普段は海水が流入しない状態にあります。この遺跡で大量の海の砂が見つかったことにより、約2000年前この地を津波が襲ったことがわかります。靴形遺跡の周辺とこの遺跡から見つかった砂の痕跡から、約2000年前の津波は2011年に発生した東日本大震災の津波と同規模であったことが確認されています。このように遺跡から見つかった地震の痕跡は、現代の災害を考える上でも重要な役割を果たしています。この資料は兵庫県神戸市の田松田中遺跡で見つかった約400年前に発生した液状化現象の痕跡です。液状化現象は、地震により激しく地面が揺れたときに、地面の中にある砂や礫を多く含む層が安定性を失い、液状化し、地面に吹き出す現象です。この資料でも、下の方に溜まっている砂や礫が、上に溜まっている茶色い層を引き裂き、地面に吹き上がっている様子がよくわかります。こうした液状化の痕跡が遺跡で見つかると、その地がかつて大きな地震に見舞われたことがわかります。続きまして、各地の遺跡で見られる南海地震の痕跡を紹介します。こちらの資料は和歌山県串本町笠芝遺跡から見つかった弥生時代の船の痕跡です。この遺跡は約1800年前の地震とそれに伴う津波によって被災したと思われています。出土した木製の船は大量の土器や木製品とともに同じ方向を向いて倒れた後、土砂にかぶさるような形で見つかりました。最新の地質調査の成果により、約1800年前に大きな津波が発生していたことが確認されています。笠芝遺跡での出土状況は、約1800年前の南海地震とそれに伴う津波によって被災した集落の姿だと言えるでしょう。南海地震の記録は多くの文献資料からも見ることができます。中でも文献記録に残された
最古の南海地震として知られるのが、日本書紀に記された684年の白鳳南海地震です。この文献記録に対応する地震の痕跡が岡山県岡山市の川鍋遺跡で確認されました。展示は川鍋遺跡で見つかった液状化の痕跡とその時期を特定する手がかりとなった土器です。遺跡での地震の痕跡の確認はこのように文献資料を裏付ける資料としても使われます。この資料は和歌山県白浜町に残された津波警告板です。1707年江戸時代に起こった宝永南海地震の地震と津波の様子を書き記したものです。地震を学び後世へと伝える取り組みは地震の多いこの地を生き抜く知恵として昔から行われてきました。近い将来大きな地震が発生することが予想される今、もう一度地域の歴史に目を向ける必要があるでしょう。